MLB、ドジャース、オリオールズ、日本時間28日、ロサンゼルス、オリオールズは27日、日本時間28日、空手基地でドジャース3連戦を戦う。ヤンキースとの激しい首位争いを演じる中、対するのはメジャー屈指の最強打線。ブランドン・ハイド監督は、初回に将来、1年目で殿堂入りする3人と対戦することになると苦笑いした。この日 中指を亀裂骨折したフレディ・フリーマン内野手がスタメンから外れた。それでも1番に大谷翔平投手、2番にムーキー・ベッツ内野手と MVP 受賞者が並ぶ。今夜は2人だけど、本当にタフな上位打線だと警戒を高めた。大谷は23日、同24日の本拠地、レーズ戦で自身初のサヨナラ満塁本塁打を放ち、 史上最速で40本塁打 &40 盗塁に到達した。シーズン換算では50本塁打、49盗塁ペース。史上初の50の5-0にも期待がかかる。ハイド監督も彼にできないことはない。信じられない才能の持ち主だと確信する。打者千年のシーズンでも前人未到の記録に近づいている。 彼がパワーとスピードの両方を兼ね備えているところを目撃したんだ。自力で試合に勝たせることができる選手だよと絶賛。来年は急速100マイル、約160年9月キロを投げるだろうと惨事を止めなかった。とはいえ、チームとしては首位争い真っ最中。ムーキー、ベッツ。 というこれまた私たちの世代で最高の選手の一人が彼の後ろに控えていると打線を改めて称賛。対戦監督としてあまりいい気分ではないと本音も漏らしていた。